会を終了させていただきます。どうぞあらかじめご了承くださいませ。お姉ちゃんが背中のライン細くないですか？手前ふっとなってますね。確かに夫婦透明って感じですよ。このまま行ってくれ、後ろ向いてくれないと分かんない。昨年の12月に誕生しましたカゴの赤ちゃんパンダ、明日でちょうど生まれてから5ヶ月を迎えます。生まれた時の体重はどちらもわずか180g ほどでしたが、現在では体重が 2kg を超え、お姉さんで 2575g、 妹で 2740g に成長しております。毎日お母さんパンダランキーから栄養満点のごみをお子さんもらいまして、2頭とも順調にすくすくと成長しております。またこちらの2頭、もう少なく名前も決まりまして、名前も決まるかと思います。どんな名前になるのか皆様楽しみにしていてください。中央の部屋でご覧いただけます双子の赤ちゃんパンダは、もう少なく午後3時をもちまして公開を終了させていただきます。またお母さんパンダランキングも午後4時をもちまして公開を終了させていただきます。なお一番左側の運動場におりますお母さんパンダのレイリー、また入り口近くのパンダラムで暮らしております4歳の双子のハイヒー・ヨーヒーと2歳のユーヒーは、営業終了時間の午後5時までご覧いただけます。赤ちゃんパンダ2頭とお母さんパンダのラウヒーはこのままなく午後3時をもちまして公開を終了させていただきます。あらかじめご了承くださいませ。